はい、今日は岩国市真理府町のメイン通りにある買いすぎラーメンさん、まあ有名なお店なんですけど、私が YouTube 始めたばっかりの頃ね、アップしたことあるお店なんですけど、まあね、ちょっと過去の動画のねクオリティの低さもあってね、再度アップさせていただこうかなと思いまして、アップしようと思います。はい、今日はギリギリ並ばずに入れました。今回来たのは動画を撮り直しに来たってだけじゃなくて、買いすぎラーメンと二郎系ラーメンの醤油が変わったってことで、どういう風に変わってるのかと思って食べに来てみました。はい、ご存知の通りメニューは多彩です。でもどれを取っても美味しいですね。辛いやつなんかもあります。こちら二郎系の杉二郎の説明の漫画と、汁なし担々麺の食べ方なんかが書いた漫画があります。これね、待ち時間にね暇つぶしにもなりますよ。こちらのお店、汁なし担々麺も結構有名で、周南店は汁なし担々麺の専門店になります。サイドメニューも一通りありますね。はい、英語表記は岩国ならではです。外国の人にもね、いろいろなものを入れて楽しんでいただくような形でしょうね。今回サイドメニューはミニチャーシュー丼を注文しました。これね、チャーシューの形がいろんなのがあってからね、昔からこれ頼んでるんですよね。今回注文したメインのラーメンは買いすぎラーメン、スタンダードのやつのチャーシュー多いやつですね。はい、こちらになります。レアチャーシューとチャーシューね、2種類が載ってます。で、みじん切りにした玉ねぎも特徴的ですね。はい、早速食べてみましょう。うん、以前からね美味しかったんですけど、より食べやすい感じに変わってますね。でもね、スープの味付けはねしっかりしててね、麺もそれにしっかり絡んでね美味しいんですよね。はい、味の濃いものとねご飯を一緒に食べるのは鉄則かなと思います。ご飯とスープね、体に悪いとは分かってるんですけどね。さらにお行儀が悪いんですけど、チャーシュー丼をカスタムいたします。うん、うまっ。濃いものを楽しんだらしっかりお冷やも飲まんとね。ごちそうさまでした。あっという間にいただきましたね。私が過去に作ったクオリティの低い動画も概要欄に添付しておきますので、ちょっと興味のある方は見てみてください。チャンネル